皆さんこんちは。今回は、歴代竜が如くシリーズの中でも、細かく貼られていた伏線や、うまく後付けされていた、神展開をまとめてみました。ストーリーが奥深い分、そういうのも多そうですよね。では行きましょう。まずは、竜が如く維新の、合田雄二による、紀竜さんのオマージュ、オマージュ。実は竜が如く維新では、竜が如く1での、とあるシーンがオマージュされていて、元ネタとなっているのは、竜が如く1での、紀竜さんのこのシーン。ヨちゃん、おい、大丈夫かよ。なに、あんた。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。チンピラに石を投げつけられていたワンちゃんを助けようと、キリュウさんが石ころをキャッチ、痛そうです。そのままチンピラの顔面に石を投げ返し、運が悪かったんだよ、お前らは、というセリフを言うんですが、竜が如く維新では、全く同じシチュエーション、同じセリフを竜二が発しているんだ。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。運がなかったのお前ら。やっぱ敵キャラながらにかっこいいです。地味に決めセリフの前の、俺は今日大変な一日でなー、すこぶる機嫌が悪いんだ、もう、わしは今日大変な一日でのー、すこぶる機嫌が悪いんやと、関西弁の有事風にアレンジされていて、シリーズファンにとってはたまらないオマージュシーンでしたね。こういう細かい小ネタみたいなのも、竜が如くシリーズの醍醐味ですよね。続いては、竜が如く4より初登場した、秋山に関する伏線。秋山さんには、一体どんな伏線が貼られてたんだ？今となっては、カムロ町の金貸しとして、ブイブイ言わせている秋山さんですが、もともとはホームレスとして、極貧生活をしていたことがあったんだ。確か、横領の濡れ衣を着させられて、大手銀行員を退職したんだっけ？そうそう、そしてそのホームレス時代から、成り上がるきっかけとなったとある事件が、伏線として、竜が如く1にて描かれていましたよ。全然気づかなかったです。その事件こそ、竜が如く1で発生した、ミレニアムタワー爆破事件で、紀竜さんや錦山、神宮がミレニアムタワーに揃い、100億円をめぐって激戦を繰り広げるんですが、最後に設置されていた爆弾に、錦山が発砲したことで大爆発が起き、100億円がカムロ町に降り注ぐんだ。この場にいたかったです。そしてこのシーンをよく見てみると、なんと、ホームレス時代の秋山さんの姿が、本当だ。実は秋山さんは、この空から降ってきたお金をかき集め、それを資金とすることで、今の財産を手にしていて、たったの100万円から再起し、今では1000億円以上の資産を持つ、大富豪へ成り上がっていますよ。ビジネスセンスがエグすぎるんですけど。そして、この騒動に深い関係があった紀竜さんに、結果的に救われていることで、彼に対しては、尊敬と感謝の気持ちを抱くようになるんだ。そんな秋山さんが、時には紀竜さんを助けて、救っているので、なんだか感慨深い話ですよね。続いては、柏木さんに関する伏線。実は柏木さんは竜が如く3で、ヘリに搭載されたマシンガンで蜂の巣にされるという、とても生きながらえているとは思えないほどの、致命傷を負っているんですが、竜が如く7では、柏木さんにそっくりな、謎のキャラクター、サバイバーというバーの、マスターが登場していたんだ。もうどっからどう見ても本人なんですけど。公式さんから真実は明かされていませんが、見た目がそっくりなこと以外に、お店の名前がサバイバーなのも、昔、ある組織の武装ヘリに蜂の巣にされ、長い間生死の境をさまようも、幸運にも生き延び、人間のしぶとさと命の大事さを学んだ。という理由からで、バックボーンも柏木さんと一致していたり、武装ヘリに蜂の巣にされるなんて、そうそうあることじゃないですしね。サバイバー見て作ってくれる、お弁当の中には、柏木さんが病的に好んで食す冷麺があり、冷麺ランチボックスなる弁当も販売。冷麺あるってことはもう確定です。
さらには、いろんなキャラクターを助っ人として呼び出せる、デリバリーヘルプでは、東城会6代目会長である、堂島大吾を筆頭に、堂島宗平、島野太、風間慎太郎という、レジェンド極道たちと共に、柏木さんも駆けつけてくれていて、銃弾の雨を食らわしているのですが、本編中で確実に死亡したとされる、堂島宗平、島野太、風間慎太郎には、足元にもやがかけられていますが、生きている大吾と、生死不明の柏木さんの足元には、もやがかかっていないという細かい演出もあり、マスターイコール柏木さん説が、濃厚となっているんだ。ここに来て双子の兄でした。みたいなオチはないよな。続編で霊面さんも登場してくれることを祈りましょう。続いては遥かに関する伏線。幼い頃に母を亡くしてからは、桐生さんが親代わりとして育ててきましたが、龍が如く5では、まさかの芸能界入りを果たし、国民的トップアイドルになってしまうんだ。あの展開はさすがにびっくりしましたね。プレイヤーから見ても、娘同然のあの遥かが、突然トップアイドルになるという、パッと見では取ってつけたかのような、とんでも急展開でしたが、実はかなり昔から伏線として貼られていて、龍が如く5発売から遡ること、6年前。龍が如く2では、蒼天堀企画という、大阪の芸能プロダクションの社長から、遥かが直接スカウトされるイベントがあったんだよ。6年前から、アイドルになる伏線が貼られていたとは。この社長さん曰く、お嬢ちゃんは金の卵、いやダイヤの原石や、とのことで、必ず日本一の人気者にしてみせるので、ぜひ事務所に入ってほしいと言ってくるんだ。実際、数年後にはドームでコンサートできるほどの、国民的アイドルになっちゃうわけだし、こんなうさんくさい見た目のくせして、社長さんの人を見る目半端ないですね。そして初めは断っていた桐生さんも、元極道者の自分といるよりも、遥かのためになるんじゃないか、という理由で、プロダクション所属を受けようとするんですが、きらびやかな芸能界よりも、桐生さんと一緒にいたい、桐生さんといる今が幸せなんだと、遥かは断ってしまうんだ。我が子ながら、なんてけなげで可愛いんだ。結果的に龍が如く5では、アイドルとして活躍していくんですが、まさか3作品も前から、伏線が貼られていたとは驚きでしたよね。続いては、春日は錦山の生まれ変わり、かもしれないという裏設定。この二人に一体どんな関係が？実は錦山も春日も、中谷和弘さんが、声優を務めているので、残念ながら、龍が如く1で死亡してしまった、親友にして兄弟である錦山が、桐生さんの後を継ぐ新たな主人公、春日として再登場する、かなり熱い演出だったんだ。シリーズファンにはたまらないですよね。中の人が同じということ以外にも、背中には、同じ恋の入れ墨を背負っていたり、性格や老いたちを見てみると、見事なまでに麻薬になっていますよ。一体、どんなところが違うんですか？例えば春日は、まっすぐなおバカ熱血感ですが、錦山は策略深く、クールな性格。他にも、裏切られようとも信じ続けたことで、仲間が集まってくる春日に対し、錦山は信じていた人間に裏切られ、自分以外は誰も信じない、冷酷な人間になっているんだ。確かに、たまたま声が同じということ以外にも、関わりが深そうですね。続編の龍が如く8も、春日一番の物語ですし、今後も春日はもちろん、春日を通して錦山の恋が、龍へと生まれ変わるのも見どころですね。新作が待ち遠しいです。続いては、龍が如く3から、龍が如く維新での、峰の生まれ変わり。今度は、みんな大好き峰さんですか。本編では、一応兄貴分だったハゲをフルボッコにして、生首をアタッシュケースでデリバリーしたり、武装ヘリをけしかけたり、桐生さんの営む養護施設をぶっ壊したりと、散々大暴れしていましたが、最後は自分の犯した過ちに気づき、けじめをつけるために、黒幕を羽交い締めにしたまま飛び降りるという。シリーズでも特に印象深い最後を迎えた人気なボスキャラクターでしたが、その際に発していた生まれ変わったら俺もそっちに入れるかなという言葉がまさかの伏線となっていたんだ。一体どういうことですか？実はその後に続編として出た龍が如く維新では、新選組鬼の副長土方歳三として再登場していて、先ほどの伏線を回収するかのようにまさかの味方側として登場していたんだ。無事生まれ変わってこっち側に来れたってわけですか？これはかなり熱い演出ですね。そもそもが超極悪人というわけではなく、辛い過去から人間不信となり、損得や金銭関係なしでの本当の人と人とのつながりを求めて極道社会に足を踏み入れているという悲しいバックボーンもあるキャラなので、外伝作品とはいえ、桐生さんはもちろん真島の兄さんや冴島などとも視線を共にする同志という関係で、本物の絆で結ばれたのは本当に良かったですよね。みね、本当に良かったね。続いては、郷田雄二に関する伏線。龍が如く2のラスボスで、近江連合の次期会長とされる男ですな。今となっては、大柄な体格にこわもてと、会長にふさわしい風格を持ち合わせていますが、
竜が如くゼロの竜と呼ばれそうな男というサブストーリーでは、小学生時代の竜二が登場していたんだ。こんな怖い人にも可愛い時はあるんですね。しかし常人の学生時代とはかけ離れていて、小学生ながらに一人称はわし、身長もおそらく180センチ近く、金髪金眉、オールバックという見た目をしているんだ。これで小学生は無理ありすぎます。見た目は大人、頭脳は子供な、逆コナン君的な改造を施されていそうですが、そんなユージ君は、親がヤクザだという理由で、クラスメイトから無視されるも、不良高校生にカツアゲされた同級生のために、片っ端から高校生を締め上げ、敵討ちをしてくれていて、不良たちが大勢で襲ってきても余裕で返り討ち、算数ドリルの宿題を気にするほどの余裕があるんだ。さすがはユーになりそうな男。子供の頃から戦闘力は桁違いだったんだね。まさかの小学生が、高校生相手にボンタン借りしており、本人は照れ隠しで、生きってる高校生が腹立つだけと言っていますが、クラスの女子がカツアゲされた時には、顔を真っ赤にして怒ってたらしいですよ。なんだかんだ女子からはモテてそうです。そして、最後はまたどこかで会いそうな気がするという、真島の兄さんの直感通りに、竜が如く極み2では、部下の言い口がした責任を取りに、大見連合本部に謝罪へ向かい、実際に顔を合わせていたり、竜二君が出現するたこ焼き屋は、竜が如くオブザエンドで働いていたり、竜と呼ばれそうな男から、関西の竜という異名をつけられていたりと、他作品にもわたる、細かな伏線となっていたんだ。竜二君、ワンピース並みの伏線張ってくるじゃん。続いては、竜が如く6にて登場した、沢村春人君に関する伏線。あらかわいい。この子は遥ちゃんの息子で、なんと竜が如く6では、シリーズ通してのメインヒロインが、広島のヤクザ組織、陽明連合会系、広瀬一家の若手、宇佐美優太という、ヤクザとの間に子供を授かり、一人で出産をするという、衝撃の展開となっているんだ。前作、時も抜かしてくれますよね。作中では、いきなり桐生さんが、春人くんのお世話をするところから始まっていたので、誰の子供なのか全く見当がつかず、桐生さんが本当にパパになったのかと思いましたよ。こんな渋いパパ羨ましいです。そしてこの春人くんの父親は、一体誰なのか、が、竜が如く6のストーリーの、キーとなっているんですが、実は沢村春人という名前自体が、父親を表す伏線となっていたんだ。この名前でなんで宇佐美優太と繋がるんですか？ストーリーが進んでいくと明らかになりますが、ハルトは漢字で書くと、ハルトという表記で、ハルカちゃんの、ハルカと、父親であるユータの、ユーが由来となっているんだ。両親から一文字ずつ取られていたんですね。勘の鋭い方はこの漢字を見た時に、気づいたかもしれませんが、終盤で明らかになるまでは、漢字も伏せられていたので、ハルトという名前だけでは到底結びつかず、かなり緻密に練られた伏線だったんだ。当の本人も、だって一回だけだったんすと、驚いていましたしね。続いては、竜が如く7にて登場した、チャウカーロン、チャウ、カーロン。こいつは実中ハック、ほぼ間違いなく、竜が如く1、3に登場していた、ジャカという中国マフィアの、日本支部総統、ラウカーロンと思われる人物で、竜が如く7では、伝説の裏武器屋として、突如再登場、ラウチャウチャウや、という合言葉を伝えることで、彼と出会うことができます。ラウチャウチャウや、ラウカーロンチャウ、チャウカーロンや、という意味で、超緻密に練られた合言葉なんだ。いやめちゃくちゃダジャレじゃない？というか完全に眉間ぶち抜かれてたし、本当に本人なんですか？一応、半純義同様に、影武者である可能性もありますが、見た目だけでなく、あの独特な話し方までそっくり。桐生さんや風間のおやっさんのことも知っており、顔も見たくないと、嫌悪しているところからも、本人だと思いますよ。どんなミラクルが起きたら、あれで生き延びれるんだ。しかし、もしあれで生き延びていて、再登場していたなら、今後、死亡したとされているキャラたちも、登場する可能性もあるのかもしれませんね。最後は竜が如く0から、極み2での、誠の再登場。まさかの再登場をしてたんですか？竜が如く極み2では、真島の兄さんが主人公となる、真島編なるものが存在していて、ストーリーを進めていくと誠と偶然の再会。それにより、涙腺崩壊必須の純愛ドラマ、マジマコシリーズの第2弾がお披露目されていたんだ。それは気になりすぎます。過去の悲惨な事件のせいで、視力を失っていた誠でしたが、顔も名前も明かさずに、ずっと守ってくれていた、恩人のマジマの兄さんに感謝を伝えるため、結婚をして大人になった極み2でも、彼と初めて出会った、ほぐし会館で働き続けていて、もう泣きそうです。マジマの兄さんもひょんなことから、お店に入ることになるんだ。これで無事運命の再会ができるわけですね。
しかし、彼女には極道社会とは無関係な、光の当たる道で生きてほしいという願いから、声でバレないように、痛いマッサージにも必死に耐え、最後まで正体を明かさずに、誠が過去につけていた、腕時計のバンドを店に送って、お別れを告げるんだ。この、18年もの残りが取れたってセリフも、めちゃくちゃいいですよね。そして、その中身を移動中の機内で見て、最後に接客した相手こそ、ずっと恩義を感じていた、真島の兄さんだと知って涙。まさかのゼロから極み2での、この展開は神すぎました。ちなみに、この時横にいる旦那さんこそ、龍が如くゼロのラストシーンに一緒にいた、あのお医者さんだと思われていて、名前も牧村誠から、立山誠に変わっています。真島の兄さんの、幸せならいいやって願いも、無事叶ったみたいで何よりです。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、歴代龍が如くのまとめ動画を投稿しているので、ゆっくりグミ組員の野郎どもは、チャンネル登録、コメントで、応援しやがれください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。